こんにちは、イラストレーターの安田です。今回は、玄関を、描いていくという形になります。まあ、資料としてはこんな感じですね。ちょっと曲がった写真なんで少し斜めって表示させてはいるんですけれども、まあ、こちらがだいたいレベル3ぐらいですか。柵がレベルとしては。ただ今回はこちらを描くという前に、まあ、その準備段階として素材を作ってそれをはめ込むっていうことをしていった方がこれ早く終わるんじゃないかなということがあるので、ドア2つとスイッチとコンセントを別で作っていくっていうことをしたいと思います。まあ、こちらがドアの資料であり、こちらがスイッチとコンセントの資料ですね。まあ、こちらを書くのがだいたいレベル1みたいな感じで、まあ、レベル1のものをで、まあ、ドアはこれ中央ガラスになってますが、ガラスになってないものも必要なので、まあ、そういうドア2種類とスイッチ、コンセント、まあ、そんなレベル1の、作画を4枚やった後に、レベル3である玄関を描くというような手順でやっていくという話で進めていこうと思います。絵を描く方法はいろいろあるんですけれども、まあ、今回はそうですね、まあ、他ではちょっとやってなかったんですけど、素材を作るということをすること で、まあ、どうやって時短していくかということの、まあ、参考にもなるんじゃないのかなと思いますし、レベル1をまだ、ね、やってなかったっていうのがあるので、まあ、コップグラスがレベル 1.5 みたいな形にしてて、まあ、あれは、透明というかガラスっていうことで、そこというか奥が透けてたりとか、まあ、反射を描いたりとかっていうんで結構手間があったんで、レベル1よりか2に近いかなという形だったので、まあ、レベル 1.5 というふうにつけていたんですが、まあ、今回は、レベル1という作画をまずやっていこうと思います。そうですね、じゃあまずスイッチから描いていこうと思います。まあ、素材ではあるのでちょっと普通に描くのと違う点があって、それはあんまりなんていうか、ね、強い光沢みたいなものは描かないってこととか、まあ、今回、まあ、こんな形で壁もちょろっと入れ込んではいるんですけど、まあ、実際に必要な素材ってのは、スイッチ部分だけなので、最終的にはこの壁部分もいらないかなという感じではありますね。だいたいこれぐらいな感じでしょうか。中央がちょっと明るい感じになってますね。スイッチ部分が明るいと言いますか。最初に選択範囲から、選択範囲を1ピクセル縮小をザダダーと連打する形で小さくしていくと。ちょっと明るすぎか。やや明るいぐらいなので。色味ももうちょっと緑に近いかもしれないですね。赤よりも黄色よりといいますか。輪郭線描画でスイッチの境目部分を描画し、これだと黒がちょっと強い気がするので、50% ぐらいに。ちょっと落としています。まあ、よく見るとちょっと角も取れてる形にはなってますね。じゃあ角も取っていきますか。まあ、これの場合だと個別にやっていくよりかは左右反転とかうまく使った方がずれなくていいですね。 50% にして、まあ、このような形で角の取れたスイッチがほとんど完成ですかね。一応側面部分もつけていくとこんな感じでしょうか。
寸がもうちょっと短いのかな。まあ大体でいいとは思うんですけれど、そうですね、ちょっとオーバーレイで中央あたりを少し明るくする、まあ相対的に上下が絞られるような形にはなるんですけど、ソフトライトでいいかな。ちょっとオーバーレイで濃すぎた気がしたんで、これもちょっとオーバーレイに切り替えると微妙なんで、ソフトライト、もうちょっと黒に近い形だから上段がいいかな。まあ、そんな風に吟味をしながら、ただ真っ黒だと良くないので、ベースカラーを少し混ぜたような黒を選択し、それで上に重ねるような形がいいかなと思いますね。若干上にハイライトを入れる形でしょうか。上段で作った線をそのままコピーすることで、その線に沿ったハイライトっていうのができる感じになりますね。で、側面に対しては、まあ、下はちょっと暗く上は明るくみたいな処理をしてやってもいいかな、てかした方がいいかなっていう感じです。やってもいいというよりかはやった方がいいですかね。素材として使う場合だと、素材として使いやすいように余計というか、場合によって必要、場合によって不要みたいな陰影っていうのはなるべく避けるべきみたいなところがあるかもしれないのが、そのまま写すことができないという意味ではちょっと判断や必要になってくるところでしょうか。かま、絵作りを考えるのでは上が光ってて右か左どっちかか光源が来てってことで、逆方向に影を描くみたいなことも必要になってくるのですが、まあ、今回は素材ということもあるので、この辺で筆止めちゃってもいいのかもしれないですね。まあ、もうちょっと描き込んでいって終了としていこうと思います。まあ、角取り的なところは地味にクオリティを上げるために必要な部分みたいな感じですけど、微妙に湾曲してるんですかね。
ベタ塗りで形を今作っている感じでしょうか。こんなところで、スイッチ1は完成になります。はい、次のスイッチは、まあ、こっちですね、まあ、コンセント。中央に更に明るくなってる感じですね。まあ、複製をしておきましょう。観察すると面白いですね。あれ、レイヤー分けてなかったか。
ちょっと細い感じもするけど、こんなところでしょうか。おっと、元の方からサイズを変えて、もうちょっと、こんな感じでいいかな。なんだろうな、色がちょっと差が気になってしまうな。外と内の溝の違いというか。カラーレイヤーで色味を揃えます。差をつけるために使うこともあるんですけど、統一するっていう時も使えますね。カラーレイヤーで統一したい部分の上からなぞっていくみたいな形で、よし、これで、ちょっと抜き絞りのバランスを調節してますか。こんなところでしょうかね。設置してる部分とかの声調子は入れていきたいところです。
別ライヤー、レイヤーで仕上げを入れてたんで、両方に適用させますと。こちらで、スイッチと、なんだコンセント完成になります。次に玄関ドアですね。玄関ドアというか奥の扉と、まあ、左右の扉、こちらが資料になります。だいたいこういう扉って2メートルぐらいあったりするんですよね。縦幅がなんですけど、2メートル以上身長がある人はくぐらなきゃいけないっていうことで、ちょっと大変だななんて思ったりもしますね。なんとなく背景の方も色を入れていきます。必要ないっちゃ必要ないんですけど、中央をちょっと 抜くというか、明るい調子を入れることをまあ抜きと言ったりします。まあ、状況に合わせて中央よりも下とか上とかが明るくなったりもするんですが、もうちょっと鈍い色でいいのかな。ドアの枠を選択1ピクセル縮小をうまいこと使って、作る感じですね。この辺に調通がいい的なものが3つありますね。ちゃんと等間隔に置けるように、うまいことコピペを使うことで、コピペずらし統合、コピペずらし統合ってやると等間隔に置くっていうのがやりやすくなります。こんなもんかな。これがドアの縦を選択して回転させると中央が求められるという形にはなるんですが、だいたい中央よりも少し下あたりにこの手すりじゃなくてハンド、握り手の部分がありますというか、まあありましたって感じですね。高さでいうと真ん中が1メートルになるわけですが、2メートルのドアなので真ん中が1メートル、測ったところ右手の部分は95とかそんな感じでしたね。ここでまた枠が輪郭線の描画で変形することで中の枠も作ってしまうという、
ガラス部分に関してはとりあえずグレーを置いておきます。壁の色みたいなものが空気の色っぽくはなるので、まあ、それっぽい色をちょっと濃くした感じのものを、ガラス部分に置いとくといいのかなって気がしますね。まあ、あくまで素材としてはというところですけれども、まあ、変形作ったものなのでちょっと厚みが足らない部分があるので隣からもらってきちゃいましょう。ほとんど等間隔かな、これ。結構背景ってこういうね、なんていうかな、工業製品、自然物になるとかなり自由には描けるんですけど、人工物になってくると機械的な作業が増えてくる傾向にありますね。上下反転、左右反転、輪郭線の描画、線も同じものをコピーするとか、まあ、そうやることでかなり精度の高いというか、まあ、それっぽく見えるものが、できやすかったりもします。パソコンだと小さいところを虫眼鏡で見れるっていうのがすごい便利ですよね。まあ、書くときもそうなんですけど、思いっきり拡大すると、まあ、細かい構造まで理解することができる。まあ、もう分からないと物は書けなかったりするんで、理解した上で書かないといろいろと、まあ、甘い絵になってしまうっていうのもあるので、構造をしっかり理解して書くってことがすごく重要になってきます。
観察を続けていくと、まあ、ここは同じぐらいかなと思ったところに太さの違いみたいなものも見えてくるので、まあ、そういうものも、資料を見た上で反映させていくってことは大事になってきますね。下の面は暗く、上の面は明るくということも、まあ、セオリー通りやっていく感じでしょうか。まあ、白でそうなってなかったとしても、うん、絵的には差があるべきところに、差をつけるっていうのは、まあ、よりそれっぽく見せるための上等手段ではあるので、まあ、演出必要な演出として、まあ、割り切ってやっていくような感じでしょうか。明るすぎるかな。皮目を選択し、その外に選択反転させて、そこにベタ塗りしてクリッピングしたものをぼかすという形でガラスを使って今作ってます。絞りを入れる感じですかね。ぼかしをかける前に、なんていうのかな、不透明保護されてるとぼかせないので、まあ、正確にはベタ塗りだったらぼかせないみたいな感じでしょうかね。輪郭の中身はぼけてるんだけど、ベタ塗りだと、まあ、輪郭そのものが形みたいなものなんで、中身は全く一緒なんでボケないみたいなことも起こり得ます。さて、これとどうしたもんかな。
輪郭部分として、素材に対する書き込みは、いや難しいですね。どこまで書けば素材として有効で、どこ以上書いたらちょっと素材として使いにくくなるんだろうみたいな、そういう計算というか判断が問われるところがちょっと難しいかなと。ただレベル1の絵としてはもうほとんど完成に近い状態ですね。最終的にテクスチャーを入れれば終了って感じでしょうか。どこにハイライトを入れるかっていう選択も、若干難しいところはあるんですけど、まあ、枠が手前に、枠というか外枠が手前に来ているんで、まあ、そこにちょろっと、ハイライトを入れてやると入るかなって感じですかね。ハイライト部分だけは、てかハイライトはなんていうかな、明るい部分なんで飛び出す傾向があるんで、飛び出してまずいところがハイライト入れるとちょっと微妙なんですよね。まあでも細かく入れたい場合はちょっと不透明度を調整しつつ、まあこの部分もちょっとした飛び出しではあるんで、そういうところに入れ込むのがまあベターかなっていう感じでしょうか。これは一度書いた方がいいな。細かいところですけど、まあ、二重になっていて、現状を二重にすると細くなりすぎちゃうんで、作ったものをコピペする形で二重にしようかなと思います。40ぐらいでかな、まあ、その輪郭部分の濃い接地線に関して黒を使ってるんですけど、そうですね、旬どうしようかな。もう一段細かいところも描いていくか。ちょっと判断が悩ましいところではあるんですが、ガラスの奥か、これじゃあ手前に来るのかな。手前用と奥用で素材も作れますね。ガラス部分の格子状、これで3分割くらいでしょうかね。た
縦は20分割ぐらいですかね。正確に測ってはいないですけど、それっぽくできたらいいかなという感じで。現状がベタ塗りなので、ベースからコピーして上にクリッピングしたらいいかな。そうすることで明暗の差っていうのが適用される形。ただ同じ色になっちゃってるので、どうなんだ。最終目標がこっちなんで、全部一緒かな。多少奥行っちゃってるから明るい感じですかね。明るくすんのこれ。サイドをちょっと抑えてちょっと明るくし、中のガラスに関してはもうちょっと濃いめにした方が雰囲気が良さそうです。この木に対しても影描いてもいいかもしれないですが、まあ、素材としてはキャナイ十分な感じでしょうかね。じゃあ なるほど、これはありなしで作るはずだったんですけど、ちょっとこの部分の陰影が外した部分時も残っちゃってるのは良くないので、切り抜いてこちらのイラストには適用させ、こちらのイラストは伸ばす形でなんとかなるかな。なりましたね。まあ、D2 があると、適用されるみたいな感じでしょうか。いらないか。あとは最後にドアの質感入れていきます。グレーのベタ塗りを上に置いて、特殊効果の溶質質感に木を入れてるので、そこから抜いてきたらいけますかね。オーバーレイで重ねるとどれくらいのだ一番ちょうどいいんだろう。ちょっと D2 ない状態がいいかな。50% ぐらいで、強さに関してはそうね、それも50ぐらいがいいかな。こいつを、くっつけます。こっちもそうですね。金属部分ちょっと明るめにして、おまけでシルバー
あっても面白いかもしれないですね。D1 くっつけ、うーん、手でかいかなこれ丸ちょっと大きい感じしますね。ちょい仕切り直しで、まあ、ここの、いや、いいか余計なもの作らなくていいですね、はい、じゃあこれで D1 で、D2 の完成です。え、まあ、ここまででレベル1の、アイテム制作4点については完成になります。で、一旦ここら辺で動画を切ります。最後までご視聴ありがとうございました。